立から10年、まあ、経った頃かな、まあ、それまでの10年の振り返りと、まあ、これから10年あるいは20年30年というのを、まあ、会社としてどういう目標を持っていこうかと、まあ、振り返ってみると10年振り返ってみると沖縄にいながら、東京の市場で自社のオリジナルサービスで、事業展開をするという、まあ、事例ができてきた、と。東京のお客さんと話しててもレキサスの沖縄っていうレキサスといえば沖縄だよねっていうようなある意味のブランド認知度が上がってきてます。なのでそういったのを踏まえて今後の10年20年で目標にしていきたいのがやっぱ海外、まあ、例えばアメリカでもシリコンバレーとかニューヨークとかでアジアだとかあるいはヨーロッパだとかそういったところにもですねどんどん事業展開をしてあるいは我々のサービスを使っている人が世界中に増えることで10年20年経った時にレキサスって沖縄の会社ですよねレキサスのサービスって沖縄で生まれてるんですよねと作られてるんですよねと、そういった海外展開、まあ、10年後のイメージをイメージしてシリコンバレーの方にもオフィスを出していったということです。まずはレキサスの社員をそこに送り込んで、まあ、社長が言ってるグローバルサービス、まあ、あるいはグローバル展開するっていうのを社員にも体験してもらおうと。社員が見ている目線もね、県内、日本ではなくて世界というものに目を向けてもらえるような、そういう環境を、まあ、作りたいということと、あとシリコンバレーのすごくこう、なんだろうな、こう物が生まれてくる、エンジニア同士でもいろんなアイデアをぶつけ合うような、そういう生活環境に入って、どんどんこう自分自身を磨いてもらって、そういう社員が増えた時に初めて、本当に見る沖縄から世界に通じるものが、ものづくりができると思っているので、そういうこともあって海外に事務所あるいはアパートですね構